ね、今からですね、ちょっと目薬してから体全体に赤い光を当てます、うん、近赤外線という光で光は4センチ中まで入っています。でそれで血流を良くする、もともと人間用の機械ね、あれなんですけどね、慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに当てて血流、血栓症を沈めて痛みを和らげたり、皮膚病とか脱毛症とかそういうところに当てたり、この子の場合は呼吸器とか消化器の機能が落ちる可能性があるんで、体全体にちょっと当てると。でそれプラス、もうちょっと始めようかな、それプラスちょっと点滴しますね。あ、じゃあ目薬してから。結構高いところなのかな、うん、立ってた状態で落としちゃったのかな。そうです。で下のフローリングでしょ、うん、何でもさ、足が折れてなくてよかったら反対に、逆にお腹からついてたら水を痛めたのかもしれない、うん、だからそういうことだ、おっしゃるとおりなんですよ。だから体のお腹の中で、だから肺とかもうつ伏せだから右の肺の方が白いから右の方から落ちたのかな。で、あと処置した後に治療費の概算出しますんで、外来でやるか入院するかを決めてください。費用がかかることなんでね。じゃあ61でやります。はい、お願いします。1本終わったらさ、流動食作ってくれるの、うん、道ちょっと薬はかせないのに、あ、A にさ、トランサミン、トランサミンを100円、その愛をつけといて、うん、リードセブ、はい、食べた、ハムスで食べてないです。もう一個だけあげようか、これほら、はい、これ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 、これ何の、はい、はい、はい、どうぞ、手から食べてくれない、はい、並んでるよ、
それでね、ちょっと入れるかしらできるので。あのね、入院するにしても外来でやるにしてもね、体重を測ることがあります。朝晩測った方がいいです。だから、ま、もしお家でやるんだったらお家での環境、温度と湿度、こういうのをこの子の近くに置いておいてね。まあ、朝一番が一番寒いじゃないですか。朝一番と昼、測れる日は昼過ぎと夜と、何度で何パーセントのところで暮らしてるか。それからあと、これ、うんち。そんなにチップがあると、うんち何個出てるか数えられないから、床がこうあるでしょ。そうするとワンコーナーだけチップにしといて、あとはさ、ペーパー、キッチンペーパーとかティッシュとか。で、1日2回大掃除してください。そうすると何個うんち出るか数えられるから。まあ、朝から、前の晩から朝までこんだけ、朝から夜までこんだけ。で、24時間何個出てるかを見てほしいんですよね。何個出るか分かります？分かんないですよ。もう1匹買ってるでしょ。もう1匹買ってらっしゃるでしょ。結構出てますよね。うん、なんか、掃除した時にめちゃくちゃ出てるんですよ。結構出てるんですよ。40から60個ぐらい、ゴールデンは。そんなに出るんですか？24時間でね。そんなに出るんですか？そんなに出ます。で、これが朝30以下だったら、危険です。うん、あとはおしっこが出てるかどうか、ね、おしっこはまあ何回出てるかわかんないからね、うん、で元気がいい時を100とすると今日の朝なんてあんまり動いてないんでしょ、うん、まあこんなふうにじーっとしてるんだったらまあ例えば30ぐらいですね。30もない気がする。30もなかった本当。まあじゃあ20にしてみましょう。20この元気さ加減ね。12月になったら結局食欲に関してはなかなかわからないです、ハムスターは。だから体重とうんちの数をしっかり見とかな。で、今からちょっと点滴して栄養補助、流動食を自分が作ってるんで、ちょっと栄養補助しますね。できた？はい、ちょっと上もなってね。うん。よし。あ、このプリントは。そんなに慣れてないんだよ。